Thank you.
ていうのを見つけ取れてたり、呼び所を作らないとかいろいろこと言いましたですけど、全部それ上手してるんだから、合気道も全部上手してるんだから、それが完全にできるのは彼女の将来は無理なんだけど、一生かかるんだけど、少しずつそれ積み重ねていかないと、やらないと全然できないから、最初呼び所を作るのは彼女の呼び所にならないとか、自分が呼び所を作らないとか言いましたけど、今のも全部それが入った上で言ってるんで、曲がる方向がいろいろね、曲がる、だから前の忘れて、じゃあ新しくやりましょうじゃないか、その辺だけちょっと難しい。で、本日は今はこう思って、こっちが走ってもこっちが走っても彼女の手が来ない、ほんと間違いないんですよ、そうすると同じくらいやってることのようにさっきはこう落ちてこう回ってきたの、こっちにこうやって、こっちにぶつかって、こうで四角に入って、ベッドの回る方向にこう曲げてきた。今度はこっち側からこういう、こういう方向じゃなくて、こういう方向、方向は違うだけ。でこういう、こうそう。さっきはこの線の外側に、こっち側にしてこう曲げてきたり、外側にして曲げてきたり、でも今度はこちら側から、こちら側からこういうふうに、こちら側、こういう回転、こういう回転、こういう回転、相手がこういう回転になる、こういう回転で、関係ないっていうのは、振りかかってない。
当てに行ってない。自分が勝手に飛び引いたんだよ。飛び引いたかどうか。バーンって指に。自分は、彼が一人になると関係ないです。こういう形なんだ。で、さあ、こう来たら、このままに上がっていかないから、こう下がってくると。こうやって、こう回される。
今真ん中に入るんですけど、やりました。
今度はじゃあ、今度はじゃあ、適当に彼に押し付け、彼のこっちに入って、あ、ここまたら肘がバーンとしますよって抜けてきましたよ、からこう、タンクに抜けてくる。で、ここから何にしても別にいいんだよね。どうでもいいんだけど、まあいずれにしてもこういう形なの。で、これこう腰返しに行くから。で、これタンクね、これさっきやったもの。でこれはこうやってこうやってやったら見えてるやつせんか、こうやると4個になっちゃう、4個の形でこの真ん中が真ん中があるんですよ。いつも受けの人がすごく大事、受けの人
人が忖度して、忖度だと思って、お付き合いして、彼にやるの待ってるっていう状況じゃなくて、もうやれたらやっちゃうんだ。あの時やったらいいかもしれない。仲間じゃないとなかなかできないんだけど、稽古仲間じゃないんだけど。だから、いつもいい稽古を吐いて、見つけるのは、それは、あんまり遠慮しない。